こんにちは。今はスウェーデンのヨンコピングっていう町にいます。今はここに持ってきた貨物を下ろしてもらってる。で、それが終わったらスウェーデンの南のカルスクロナっていう町にある港に行って、この今のトレーラーを他のトレーラーに変えて、そのトレーラーにノルウェーに持っていく貨物が入ってるんで、まあ今回の動画はそのトレーラーをつけてそれをノルウェーに持っていく動画ですね。例えばスウェーデンは今他の国より空いてる感じがする、このコロナの状況の中で。例えばノルウェーとかは結構入りにくいで、まあ、そこに住んでる人も仕事がそこにあっても一回出たら帰れなくなるんで、俺もそこにそういう問題がある友達がいる。なんかポーランドにちょっと家族とか会いに行きたいけど、一回そこから出たらもう帰れなくなるから、まあずっとそこにとりあえずいる。で、ノルウェーに入る前になんか特別な電話に番号に電話しなきゃいけないで、そこに電話してなんかコロナ関係の何かのなんかよくわからないけどちょっと予約しなきゃいけないみたい。なんかテストされるかなんかまだわからない。今日は後でそこに電話します。あとまあノルウェーはやっぱ EU には入ってないから、そこに入るとき、なんか、関税?税関?の何かの手続きもやらなきゃいけないから、すいません。それをやってから、結構国境から近くにある町にも、このトレーラーを持っていくけど、だからまあそこまではノルウェー、そこまで深くは入らないけど、その今の話のトレーラーの中の貨物をそこで降ろしたら、多分オスロ、ノルウェーの州都まで行って、そこにまたその時に空いてるトレーラーに貨物を積んで、それを多分またスウェーデンのそのカルスクロナの港に持っていきます。まあちょっと話が長くなったけど。よろしくお願いします。車めっちゃ少ないね、スウェーデン。人も少ない、なんか人口は100万とか100万 ?1000 万なんていうか10ミリオンで、国も結構でかいで、みんなもっと南の方に住んでる。南とあと東の海岸以外はもうめっちゃ人が少なくて、森ばっかりみたいで、こっちはまだ混んでる方。
方に行ってみたいな。In 400 meters at the roundabout, take the second exit onto Karlskrona Avenue, Route 22. カルスクラナの港に着いたけど、ここは、今日は日曜日だから、朝2時間ぐらいちょっとやって、そこから1日ずっとやってないで、6時から9時までまたちょっと事務所が、営業する。で、6時まで、あと、4時間で、俺そろそろ今日働ける時間がなくなるので、もう今日ここで休憩を始めて、明日の朝にトレーラーを帰ってノルウェーに向かいます。ところで、昨日スウェーデンのスーパーに行ってみて、めっちゃ高い、なんか物価がやばい、ここ本当に。もう何も買えない感じ。で、でもこのパンを見つけてちょっと嬉しい。ポーラルブロット。ポーラルパン。なんか、スウェーデンの北の方からのなんか、伝統的なパン。で、いろんな種類ある、いろんな形。こういうやつを買ったけど、なんかもっとこう丸いとかのもある。で、すげえこれは、めっちゃお好みです。これは、すごい。トルティーヤとか、そういう、なんか、チャパティとか、なんか、ナンとか、そういうパンの方が、普通の食パンとかより好きで、これは見つけてめっちゃ嬉しい。こういう。野菜とマヨネーズのサラダを少しだけ乗せるで、結構美味しい食事になります。ちょっとこういうチーズこれも昨日スーパーで買った。ちょっと巻いて、うまっ。朝4時39分。朝ごはんを作って走りながら食べます。コーヒーも一応あります。で、今からはこのカルスクロナからこう西の方に向かって、で、こう海岸沿いにゴーテンブルグを通ってスウェーデンとノルウェーの国境に向かいます。で、国境に着いたら一回止まって、なんかこの関税のなんとかやらなきゃいけない。では発車いたします。
ご注意ください。トレーラーは夜に帰った。今日は6時からやってるので、その昨日午後の6時にそこに行ってトレーラーを帰って、ちょうど時間に間に合った。24トンの紙のロールが入ってます。スウェーデンはやっぱりすげえ長いトラックがめっちゃあります。8つか9つの車軸の、俺のトラックは5つで、ポーランドだったらこれは大きいトラックって感じだけど、スウェーデンだと、これはちっちゃい方ですね。で、あれはその後ろのトレーラーのこの前の2つの車軸、最後の5つじゃなくてこの前の2つが曲がる。Гетеборг. ここから3キロ先にこの税関の手続きをやる施設があるみたい。渋滞は国境っぽいだね。
なんじゃこりゃ。ございます。昨日はもう時間には間に合ったけど、もう今日はそろそろ仕事終わるから今日は降ろせないと言われて、明日の7時に来てください。で、今は7時だからちょっとこの持ってきたでかいロールを下ろしに行きます。あとこれを下ろしたらオスロ、ノルウェーの州都まで行って、また何かそこで住む予定だけど、オスロに住んでる友達もいるで、昨日は電話したら、じゃあ俺が住んでるところからそんなに遠くないから来たら連絡ちょうだいって。よし、とりあえずはこっちで。あ、一回ゴミ捨てようか。車に乗った時にすげえ綺麗ピカピカだったで、もうこの車を走ってる他の運転手は絶対靴は履かないで走ってるので、俺も靴履かないで走ることにしております。
昨日3時に来た時はまだほとんど駐車場が空いてたけど、夜はパンパンになって、今はもう出発した運転手も多いけどまだ寝てるやつ結構います。で、会社はちょうど隣にあるから1キロも離れてないで、あとこの駐車場は無料で、そこにシャワーとかトイレとかは無料で使えます。シャワーは2つでしかないけど、で、車は結構止まれるから、だいたいシャワーは誰かが使ってるけど、今日はちょっと早く起きてシャワーも浴びれましたので、ちょっと新鮮な感じ、さっぱりしてから仕事を始めます。これはこの先の話の長いやつ。この駐車場で寝てまして、昨日はここに来たらちょっと食べ物がなくなってるで、スウェーデンとかノルウェーでスーパーで買うのが高いから、まあいいかと思って一回マックに行こうかなと思ってここに行ったら、この魚のサンドイッチと飲み物とあとポテトフライ、ちょっとなんかチーズとハラペニョが乗ってるポテトフライのメニューで2000円近く払った。すげえ高いよノルウェー、特になんかポーランドのお金を稼いでここでこのお金を使ってたら特になんか高く感じますね。早いねみんな、スウェーデンより早く走ってる気がする。Exit the roundabout onto the slip road. Keep right at the fork.いい天気だね。昨日はずっと雨とすごい強い風が吹いてたで、今日はなかなかいいですね。オスロにやってきました。目的まであと4キロぐらい。
かな、おじいさん。Your destination will be on the left. Skręć łagodnie w lewo. Dojedziesz do celu podróży za 250 metrów. Polewaj. Destination is on the left. Dojechałeś do celu podróży, po lewej. Magika, koko. どこなの？会社めちゃくちゃ忙しいんですけど、とりあえずは待ってくださいと言われた。でも一応ここだから見つけたよかった。スカニアのこの V8 が結構多いね、ノルウェーは。で、急にそのでかいスカニアから降りる女性も少なくないですよ。もう何人見た。そうですね、女の人のすげえでかいトラックの運転手が多いみたいです。
なんか今面白いことがあった、会いたい友達は他のところで仕事中だからここから出たら連絡して、でちょっとだけ会えるかもしれないって言われたけど、ここでなんかトレーラー開けてた時に他のまあなんかこのゴミを運んでる車が隣に止まって、その運転手が俺をなんかすげえ見て、でも俺はその人は誰か気づいてなかった。で、俺の名前を呼んで、なんかその時に気づいて、それは他の、結構1年2年ぶりに会ってない友達だった。で、ここに働いてる知らなかったから、って2人ともなって、ちょっと忙しいから今、なんかどこかで泊まればここに来てって言ったけど、まあ運が良かったら会えるけど、なんか面白いな、スウェーデンじゃなくてノルウェーの州都で、その人はここにいるとも知らなかった。で、突然にここに出会ったのが面白いな。てる。At the roundabout, take the first exit onto Pasveien. Head east towards Harald Radveien, then turn right onto Harald Radveien. これを積むかな。めっちゃ臭い、ここインドみたい。
ベルトですね。よしよし、あ、これ気をつけないと。はい、よっしゃ、うん、よっしゃ。いや、そこで降りようかな。いや、でも遠いな。うん、安全第一。やっぱ大学やめなければよかったって思うな、そういう時は。あ、いた。よし、まあいいか。よし、完成かな。
ルスリップ。よし、じゃあ今スウェーデンに向かってまた国境で、ノルウェーは EU じゃないからこの税関とかの手続きをまたやって、そこからはスウェーデンに入ってカルスクローナの港にこのトレーラーをそこに置いておきます。でそれを誰かが船に乗せてポーランドでまた船から他の運転手が取って、あの目的まで、あの持っていくこの元から会いたかった友達はちょっと今忙しいで結局は会えなかったけど、あの他の友達は偶然に出会って、なかなか面白かった。うわー、綺麗。よし、税務署に行きます。今回は結構早く行けたね、高速道路に戻って、行きます。
飛んでおりますね。ノルウェーは EU 前も言ってたけど EU に入ってないので、あの EU の中に外から何かのものとかを持っていく場合は、あのこの税関の手続きをやらなきゃいけない。まあ正直は何をやってるかよくわからないけども、ただこのもらった書類をここにあるこの税関のなんか会社、この手続きをやってくれる会社に全部の書類を出して、あの人がパソコンで何かをやって、俺にまた何かの書類を渡して、これを取って、このなんだろう、あの税務官、なんかなんていうかな、もうなんか制服を着てる国の人見て、他の建物にその人がいて、その人にこのもらった書類を持って行って、スタンプをもらって、そこからはもう国に入れる。あの前に結構あの浄水のトラックの運転手がスウェーデンとノルウェーは多いと言ってたね。でこのゴミの会社で出会った友達はもう2年ぐらい前からあのノルウェーに住んでる。であのノルウェーは結構もう性、あのまあ男か女か関係なく、あの女の人は他の国で全然男でしかやらないイメージの仕事でも結構やってる女性がいる。だから工事とかなんか建築とかトラックの運転手とか普通にいっぱいそういう仕事やってる人、あの女の人はいます。なかなかね面白い。ポーランドでもう建築やってる女の人は見たことないし、まあ、バスの運転手はちょっと見たことはあるけど、トラックもまあ何人は見たことある、うん、女の人の運転手見たらおーってなる。なんか、まあ、そこまでびっくりじゃないけど、まだ珍しいけど、あのノルウェーは普通にいるみたい。もう一つのこのスウェーデンとノルウェーで好きなことは、あのほとんどみんな英語は普通に母国語のレベルで喋れることですね。本当になんかおじいちゃんたちとかは喋れないかもしれないけど、なんか40代50代までの人は普通にイギリス人のレベルの英語を喋ってるから、どこ行っても普通に英語が通じる。なんか英語喋れない若い人は国の中で一人もいないと思う。なのでこの国に何年間住んでても普通に英語だけで
何でもできるから、あのずっと住んでいて、なんか全然あのこの国の言葉を勉強してない人たちもいっぱいいる。まあそれはもういいかどうか悪いかどうかわからないけど、まあ結構すごいですね、あの普通にペラペラな英語。まあみんな喋ってます。誰に話をかけても普通にイギリス人話してる感じ。大体あの話してる人は何か科学者とかじゃなくて、倉庫で働いてる人とか、まあ、運転手とか、他の国ではあんまりあの他の言葉、自分の母国語以外な言葉は喋れなそうな人だけど、ここは普通に喋れる。例えばなんかトラックの運転手たちは大体もう全く何も英語とか喋れない人が一番多いかも。それかまあ、フィニッシュとかローディングとかぐらいの5つぐらいの言葉で、まあ普通に仕事はできてるけど、ね、そういう人がほとんど。その西のヨーロッパの国の人たちは、でも例えば西のヨーロッパの倉庫とか、あのドイツかオーランダはほとんどみんな英語は喋れるけど、ドイツはそうでもないけど、まあなんとかいつも通じるぐらいな感じ。でも例えばフランスかイタリア行ったら、フランス特に全然全く数字もわからないぐらい、もう何も分かってない。あそこの人たち、倉庫の人とかはいつもフランス語で何かを喋りながらこう手振ってるとかだけど、英語は絶対喋らない、フランスの人は。でいつも思うのは、なんかこういう倉庫は何百人の雇ってるから、このトラックの運転手の人はいろんな国から全ヨーロッパから来てるので、やっぱこの倉庫でその来た運転手たちに話す、なんか一人ぐらい英語喋れる人がいたら十分だけど、一人もいないです。大体はフランスはやばい。フランスはあんまりなんかもう絶対英語で通じる期待はしない方がいいです。スウェーデンは真逆。あとはロシアとかの、運転手たちが面白い。貨物を下ろす時にとか見る、なんか結構ロシアからの人が多い、こういう人。ロシア語で何かを喋って、まあ、こっちかその西のヨーロッパで。で、この倉庫とかの人がわからないと、なんか、なぜ分かってないみたいな感じになる。なんかその自分の言葉で喋って、その人はね、全部分かると期待してるけど、で分からなかったらなんかその分かってない人をバカにするみたい。
それはなかなか面白いね。でもスウェーデンとかこのノルウェーの人たちは本当に尊敬します。全部の人口がスウェーデン語と英語も普通に喋ってるから結構すごいですね。まあこれだけ言いたかったんですね。今これを考えてたから、あとはもうあまり今日はもう面白いことがなかったらこれで動画が終わるで、これも言いたかったね。よし、ゲテボルグまで86キロで、俺の駐車場まで160、そこで1回止まって、あとは350キロぐらいが残るけど、あれはもう休憩の後朝に走ります。こんな駐車場で止まりました。あとは目的カルスクロナの港まで4時間ぐらいで、明日朝に起きてそこに行きます。ここは有料の駐車場だけど、100クロナ払ったらそれに2つの切符がついてる。もちろんこれに駐車場の料金も含まれてるし、あとは20クロナはなんかシャワーの切符と、50クロナのレストランで使える割引券、だからそこでご飯を食べて、まあ50クロナではあんまりなんかちゃんとした食事は食べれないけど、100ぐらいだったら、だからまあね、50割引プラス自分の50だと、もう何かいい食事を食べれます。あとは自分のお金は札に50コロナが残ってたから、レジになんか変な冷蔵庫みたいななんかものがあって、これはなんかこのスウェーデンの人気なスヌースかなってレジの人に聞いたら、ああそうですね、ああじゃあ何か一つのパッケージをお願いします。これ何十個の種類もあったけど、どっちがいいかあんまり分からなくて、じゃあなんかどれかを適当に選んでそれをお願いしますって言ったら、まあこれが来た。56クロナでこういう箱を買えます。これの中に開けたら、中になんかこういうちっちゃいティーバッグみたいなのが入ってる。でこれは北のヨーロッパ、ここスウェーデンとかノルウェー以外はあまり、まあほとんどない、ここにいたことがない人は多分知らない人が多い、そのものの存在でも知らない。でこれの中にトバコが入ってて、これをこうやってこっちに入れるみたい。まあトバコは吸ってないから多分これの強さをすぐ感じられると思う。でなんか結構弱いやつをお願いしますって言ったけど、これ強さは4の中で、まあ4の2どうだろう。
まあ味は悪くない。なんかトバコとお茶の間、まあこういうものが人気みたい。スウェーデン普通のスートバコよりかもしれない。ポーランドだったらこれがないけど、この花で、あの花に入れるトバコは、あの結構売ってる。あの炭鉱とかで働いてる人は、あの下に火とかは使えないから、トバコは吸えないから、トバコ吸ってる人は仕事中地下にあれを使ってる。まあこういう感じですね。これはスウェーデンのスヌースの紹介でした。隣の人がこのこれを窓の後ろに入れてなかったから、この黄色い紙は罰金みたい。普通の値段は100クローナで、この食べ物とシャワーの券もついてるで、このバッキに400クローナって書いてる。まあ、スウェーデン人なのにここの状況分かってそうなのに忘れたかな。Merge onto B20 E6.
station. ここでしかなかったな。はい、これで終わりですね。ノルウェーの旅は次の今日午後ヨンコピングっていう町に持っていくトレーラーはまだ来てないから、1時間半後ぐらいに来るから、その時までここの駐車場で待つしかないです。じゃあなんかいい場所を見つけて待ちます。 Head southeast on Oscar Nordstrom's badge towards Romwagen. In 150 meters, turn left onto Romwagen. なんかあまり日が当たらないところがいいな。 Turn left onto Romwagen.その間に昼ご飯作って食べて、シャワーも早く浴びて、ちょっと一番好きなところはこの駐車場はここ、このオレンジ色のパイプののところですね。ご視聴ありがとうございました。またねー。